人間には何も聞こえないんですがイノシシにとって苦手な高い音が出ているそうです超音波ですドローンに取り付けられたのは超音波を発信する装置この装置の音に反応した野生のイノシシを上空から追い込み先回りしていた猟友会のメンバーに駆除してもらう仕組みです 上空50メートルから山をなぞるように飛び45分間超音波を当てました神石高原町ではこの10年間でイノシシの捕獲数が3倍に増えていて対策が急務になっています獣道の出口に地元の漁友会のメンバーが待ち構えていましたが今日イノシシが姿を現すことはありませんでした 医療会の方のメンバーの人数が減っても、ですね、ドローンがそれを補うような役割をしたり、ですね、えー、猟犬と地上と空から相互で、えー、イノシシ、それから獣害を追い込むような形に持っていければと考えています。神石高原町では、今月末にも2回目の実験を行う予定だということです。